ああ、ウカライお顔で。いくら関羽が戻ったとて劉備相手に苦戦する総人ではない。確かに。しかも今回は八門僅差の陣を敷いたわけですからな。だが押されているらしい。その八門僅差を仕掛けながらならば理由は明白だ。向こうにも軍師がつく。それもこちらの手を見抜く方法に。劉備に軍師か。美しい陣をかき回して崩す。野暮な敵もいたものですね。遅くなってすみません。俺ってばダメ男。ああ、状況はどうです？これはまた面白い戦になりそうだ。八門僅差は変幻自在の陣。それだけに些細なほころびから崩れます。中では俺の動きを動いてくださいよ。出なきゃ救援どころかこっちが危なくなる。この不況は厳粛に受け止めねばならない。崩れたところでジンはまだ生きてる。これじゃ俺たちは復活には踏み込めない。多少遠回りにでも西側を回るだけ。中央に行くにはそれしかない。ちょうどいい。我が死力やめさせてもらおうか。見ているだけで楽しくなってくる。者ども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。なんと壮麗な戦。策を練り出した。あれでしょう。
こんなところで。いや、俺にしてはまだマシか。まったく、手間を取らせてくれたもんだ。これで敵の攻めは読みやすくなるね。します。なんで今こそとことんならん。よそは陣を打ち破れなかった。さらば我らで敵を打ち払うぞ。よくとく。おう、剥がしとけ兄や。戦は頭じゃねえ、腕と腹でするもんだぜ。やれやれ、怖い2人が。出てきてね。ここは二手に分かれて当たらないと。いつもながらお見事な武器。出番もあります。自分が討ち取らせてもらった。こうなるのを分かっていて捕まえたな。まあまあ。
せっかくだから見てみましょう。同じ軍師として曹操殿があの男をどう評するかも知りたい。著者と言ったな。八門金さんに対し振るった知略、なかなかのものよ。何がなかなかだ。結局俺は陣一つ破れなかった。いや、劉備殿は逃げおせた。それで十分か。あとは彼らがうまくやってくれる。きっと俺よりも。俺の役目は果たせた。残ったこの命など好きにしてくれ。ふん、その程度の気概か。知恵はあってもこれでは小役人程度にしか使えぬか。小役人、それが波動を行く者の目に映る俺か。なんと小さい。それでも、だとしても俺はこの地で乱世を終えるための力となりたかった。ほう、見据える先は小役人のそれではないか。乱世を終えると言ったな、序書よ。その願い、わしのもとで叶えよ。俺を使うと。ああ、使う。お前もわしを使うがいい。わしと来い、序書。承知しました。ならばまずはこの縄を。今新たな生を得ました。序玄直、曹操殿のもとで乱世を終える力となりましょう。